コンティコー、ルイ・フランソワ2世、ルイ・フランソワ2世ド・ブルボン・コンティは、フランスの貴族、ルイ・フランソワ・ジョゼフ・ド・ブルボン・コンティとも、コンティコー、ルイ・フランソワ1世とルイーズ・ディアーヌ・ドルレアンの第一、主として生まれる。1759年、モデナ公フランチェスコ3世の娘で、母方の重子であるマリー・フォルティュネデスト・モデヌと、ベルサイユ宮殿の王室礼拝堂で、結婚式を挙げる。 しかしルイ・フランソは2世はすでに女優のマリー・アンヌ・ベロネーゼを愛人としており、夫婦仲は当初から悪く1775年に別居、父の死去により正式にコンティ校となった1777年6月に離婚した。軍人ながら財政問題に精通しており、その能力を買われて1787年の名士会議員になった。1789年に フランス革命が起こると、今月公、ルイ五世、ジョゼフ・ブルボン公、ルヤン・リフシラと共に、ドイツのコブレンツに亡命し、亡命貴族のグループに加わる。しかし彼ら応答派の権力奪還計画については、オーストリアやプロイセンなど、外国の君主国の軍事力を借りるものだとして、反発、1790年にフランスに帰国する。 再び祖国に腰を打ちつけたかに見えた1793年に国民公会の命令により逮捕され、マルセイユの監獄にオルレアン公、ルイ・フィリップにセイラと共に投獄される。オルレアン公は処刑されるが、彼は間もなく釈放されその後スペインに出国し、バルセロナで死去した。先祖伝来の財産は革命政府に没収され、一方で、 王党派との連携は最後まで拒み続けたため、貧困と孤独の中生涯を終えることとなった。マリー・アンヌ・ベロネーゼとの間に二人の死生児を設けていたが、制裁であったマリー・フォルテューネディスト・モデーヌとの間には、子が生まれず、再婚することもなかったため、コンティクゲは断絶した。ありがとうございます。